皆さん、こんにちは。ニュージーランド在住の日本語教師、荻野です。今日のゲストは、早稲田大学名誉教授の細川英雄さんです。早速、お呼びしたいと思います。では、細川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。細川さんは、早稲田大学名誉教授、そして専門は言語文化教育論。現在は、言語文化教育学会代表理事、また言語文化教育研究所八ヶ岳アカデミアを主催されています。今日は貴重なお時間ありがとうございます。こちらこそ。で、今日はニュージーランド南島のクライストチャーチ、そして細川さんが今いらっしゃるのは八ヶ岳ですね。そうですね、はい、そうです。かなり寒いでしょうか。そうですね、朝晩はマイナス3度4度ぐらいになるでしょうか。はい。そしてそこで薪ストーブをお使いになっている。はい、そうです。うん、それはすごく素敵な、あの、こう暖と暖かさですね。そうですね。はい。はい。では、今日はよろしくお願いいたします。こちらこそ。はい。で、まず、僕の今の気持ちなんですが、びっくりと、それから、ご縁に感謝。そういった気持ちです。はい。これについては、また後で説明をさせていただきたいと思っています。で、まずはじめに、細川さんとそれから日本語教育との出会いについてお話を伺って、それから人生の転機などについていろいろとお話を伺いたいと思います。うん、ではまず日本語教育との出会いについてよろしくお願いします。ああ、そうですか。日本語教育ということに関心を持ったのは実はもう30代に入ってからですね。あの、大学の教員に、あの、まあ、大学院を出て大学の教員になって、まあ、あのちょうど30の時に、長野県の信州大学に就職したんですね。で、就職したのは、あの、まあ、大学と大学院はいわゆる言語学、あの、言語学としての日本語学、当時は国語学と呼んでましたけど、その国語学を専攻したので、まあ、その専門領域としては国語学を担当するということで教員養成学部、あの、信州大学の教員養成学部に就職、初めて就職しました。で、それまでは日本語教育実はあまり関心、あまりというかほとんど関心を持ってなかったんですよ。で、ところが、あの、実際その教員養成学部で授業を担当したり、まあ、学生指導をしたりし始めたところですね、で、まあ、国語教育っていう、まあの国語の先生になる、小中学校の国語の先生になる学生がほとんどですから、そこで国語教育と、まあ、始めてと言ったらいいかな、まあ、あの中学高校の非常勤の講師を大学院の時にアルバイトでやってはいましたけれども、なんか国語教育っていうものにこうどっぷり使うっていうのは、その初めて就職したところの経験が初めてだったんですね。で、ところがそこでじゃあ国語教育の中で自分が、あの、何と言ったらいいかな、自分の勉強してきたっていうか自分の専門とする、まあ、あの国語学ですね、まあ、今でいう日本語学ですけど、日本語学の果たす役割っていうものがなんかよく分からなくなったんですよ。で、まあ、要するに日本語学っていうと日本語の文法とか意味とか、まあ、音声も含みますけどね、あの、まあ、そういった言語の構造、日本語の構造と、まあ、その機能ということについて考える学問ですよね、分野ですよね。で、ところがそれがなかなか、あの、国語教育という今度分野に入ってみて、じゃあその言語の構造や機能というものを説明するということに何かどんな意味があるんだろうっていうのが何か自分でもよく分からなくなってしまって、それではたと立ち止まった30代、まあ、前半ですね。もう、あの、それ就職して1、2年でそのことに気づきましたので、これで私は一生この仕事やっていけるだろうかっていうふうに、すごくある意味では、あの、こう大きな厚い壁にね、突き当たったっていう
気持ちでした、当時。それで、まあ、じゃあでも教育ということに関してもうちょっとなんか言語の教育っていうことをもうちょっと考えてみようっていうふうにだんだん、まあそう、壁の前で佇んでいるだけにわけにもいかないので少しずつ考え始めてたところ、まあ実は日本語教育っていうものがある、つまり外国人のための日本語教育っていうものがあるということ、まあもちろんそれまで知ってはいましたけど、なんか自分の問題としてそのことを考えたことは一度もなかったんですね。で考えていったら、なんかこれここのこっちの世界の方が自分のやって今までこう考えてきたこととこう相性が合うかな、親和性があるかなというふうに思い出したんです。それで、まあところが、まあ当時、まあ長野県長野市に住んでいたんですけれども。周りには外国人は全然いないし、まあ、同僚に英語の先生が1人イギリス人がいましたけど、それぐらいでほとんど周りに外国人もいないし、外国人のための日本語って言っても一体どうやって何をどうやって教えるのかっていうようなことは皆目分からずに、僕としてはまあいろんな、まあ、ある意味では本を読んだり論文を読んだりしながら日本語教育ってこんなもんかなっていうふうにこう、まあ勝手に想像してた一人で話し合う相手もいませんでしたし、同じような共通の、友人もいなかったので、そういうことに関する興味関心がね共通する友人もいなかったので、ほとんど、まあ一人で悶々と本を読んでいたみたいなところがあります。それでただですね、そしていったところ、もしかしたらその海外で教える可能性もあるかもしれないっていう話が、まあ間接的にいろんな人から伝わってきて、それでじゃあ海外に行ってみるかなという気にだんだんなってきました。それでまあでもそうは言ってもいきなり海外に行って日本語を教えましょうって言ったってどうやっていいかもわからない、何をどうやっていいかもわからないのに行けない、だからやっぱり養成講座みたいなところを受けた方がいいかもしれないなと思って当時1980年代の前半ですよね。それでこういろいろ、まあ、探っていったら、現在の長沼スクールと言われている渋谷のにあった言語文化研究所だったかな、東京言語研究所ですね、ごめんなさい、そこで集中の2週間夏の講座で2週間の講座やってるいうんで、そこにまあじゃあ行ってみようかっていうことで行ってみました。で私は長野県に住んでたので、で東京にはもう家がなかったので、長野から上京して、当時新幹線まだなかったんですし、台風の最中でね、なんか列車が途中で止まっちゃったりして結構大変でしたけど、それでもまあ2週間なんとか講習を受けました。その時に、当時、まあ、早稲田大学にいらした木村宗男先生、まあ、木村宗男さんが、ちょうど定年のもう直前だったんですね、1982年だと思います、いらして、直接法 の, いわゆる模擬授業っていうのを やってくださったんですよ。でまあ受講生は何人ぐらいだかな、20人か30人ぐらいいたと思いますけど、その中で、まあ、それをその講習生講習でですね、模擬授業をやってくださった。そしたら、いやそれはちょっとね、なんというか文化的、まあカルチャーショックと言ったらいいかな文化的ショックですね、カルチャーショックを受けました。つまり、あこうやって日本語ってをこうやり取りによって学生たちは参加者というか学習者ですね、学習者は習得していくんだっていう、そのなんていうか実態っていうか、ありのままの姿がそこで、まあなんていうか再現されていたんですね。でそれはもう本当に私は初めてそういう授業を見せてもらったし、そのなんかまあなんていうかな、ただ教えるっていうんじゃないんですよね。いわゆる、まあ、直接法って言われてますけど、実は厳密には直接問答法と言われる
方法で、あの相手にこう聞きながら相手から答えを引き出していくっていうようなやり方ですね。あのやりですから、学習者の方は特にその何か覚えるとかそういう発想じゃないんですね。ただ先生と一緒やり取りをしている。でそのうちふっと振り返ると、あ、いつの間にかこんなことが言えてたっていうふうなことが見えてくるっていうふうな、雰囲気 の、 あの直接問答法でした。でそれをまあ見てびっくり、ちょっとびっくりしまして、でこれはやっぱりちゃんと勉強しないと日本語教育も、ちゃんと勉強しなくてなんだなと思って、ちょうどその後信州に戻ってから学生と一緒に研究会を開いたり、それから授業もそういう特別な授業を作ってですね、日本語教育研究だったかな、 そんなような授業を作って、自分で作ってですね、で学生と一緒にやってみた。でたまたまアメリカからの客員教授の方がいて、1年間長野市に滞在するっていう、まあ、それは友人を介してですけども、そういう方と知り合って、で、その人にゲストに来てもらって、毎週毎週ご夫婦だったんですね。かなりもう当時60過ぎていましたけど、ご夫婦で来ていらして、その方を、まあ、モデルというかな、材料にして、で学生と一緒に直接問答法でその人たちに日本語を覚えてもらうっていうようなことをかれこれ1年やりました。でそれでほぼ、あ、直接問答法っていうのはこういうことなんだっていうことに気づきながら、ちょうど次の年1983年から1年間フランスに日本語を教えに行くっていう、まあ、体験がありました。これが私の日本語教育とのちょっと長くなりましたけど出会いです。ありがとうございます。いやもうこのお話だけで本当に興味深くて、いろいろなことを思いました。いくつかもう質問させていただきたいんですが、まず日本語、国語学よりもこう日本語教育に親和性が高いっていうふうにお感じになった、それは なぜでしょう。それはですね、直感というのもやっぱり国語教育っていうのはの場合はですね、なんていうんだろう、すごく、まあ、内容重視といえば内容重視ですけれども、やっぱり子どもの成長とか育ちとかそういうことにすごく、まあ、もちろん関心を持ってるわけですね。だからその活動、いわゆる小学校中学校のいわゆる国語の授業でも何が表現されてるかとかっていうよりは、まあ、どのように表現されてるかっていうよりも、むしろその人間をなんかこう全体として見ようとするんですよ。だから例えばあの子は目、今日は目が輝いていたとかね、言うわけですで最初僕その表現を国語の先生、現場の先生から聞いた時にちょっとびっくりして、だって子どもの目が輝いているっていうことと国語という、なんて言うんだろう、そういう、まあ、教科内容とどうつながるんだろうっていうのがすごく不思議だったんです。やっぱりその小学校教育とか、まあ、まあ中学校は教科に分かれますから比較的あれですけど、特に小学校教育ではその言葉をどうというか言葉に注目するという、やっぱり人間、その、まあ、まあ丸ごと主義って言えば丸ごと主義ですよね。で目が輝いているかいないかみたいなところが一つの指標になる、判断の指標になるというふうな発想があった。でそれは僕はねちょっとねついていけないなと思ったんです最初。実はその後またちょっといろいろ、まあ何十年も経ってですね、だんだん僕自身の考え方も変わってきて、今はむしろそうではないんですけど、むしろ もうちょっと人間、それこそ丸ごと主義っていう風に考えなきゃいけないっていう風には思っていますけれど、現在はね、当時はちょっともうそれはちょっとついていかれないと。でもうちょっと自分が何か学んできたっていうか考えてきたこう構造とかシステムとか体系とかそういうものとしてこう言葉を考えたいっていう思いが非常に強かったんです。でそうすると日本語教育はやっぱりその構造や一種の日本語としてのシステムとかね、構造、それをやっぱり教えるというかな、まあそれがターゲットになるわけですよね。だそういう意味で日本語教育の方が
国語教育よりは親和性、僕自身にとっては親和性があったということなんです。ありがとうございます。そしてその親和性の高さを感じた、まあ、ご自身の感覚、それがこう今まで日本語教育、それから言語文化教育に携わっていくっていう、そういう予感は ありましたか？いやあんまりなかったですね、そこはね。とにかく、あの、現場に立ってみないとわからないっていう、あの、実感を非常に持っていたので、まあ、とにかく現場に立とうと思って、まあ、あのフランスですけどね、あのヨーロッパにまず、まあ、まあ、滞在は初めてですね。旅行はその前に、学生の時に一度行ったことはありますけれども、あの滞在としては初めての滞在ということで1年間滞在した。で、まあ、帰ってきたわけです。でそうすると、あの1年間やっぱり滞在するととても、そのなんか、まあそういう意味では日本語教育の魅力というか、それをやっぱりもうちょっとこう 深めたいっていうか、考えたい、あるいは職業としてやってみたらどうだろうかみたいなことを考えるようになりました。うん、なるほど。はい、ありがとうございます。そして実は細川さんとの、あのご経験と僕も少し重なるところがあって、はいはい、それは僕自身は英語の高校の英語の教員だったんですが、うん、でも文部省のプログラムで20ヶ月ニュージーランドに派遣されたんですね。うん、そしてその前4ヶ月間の集中研修を東京外国語大学で受けて、うん、そこでも直接法、まあ直接問答法だったかどうか覚えてませんが、直接法の授業を実際に見て、それがやはり僕にとっては大きなカルチャーショックであったんですね。うん、そして派遣後、あの日本に戻って3年間また英語を教えますが、やはり日本語教育の魅力に惹かれて今に至っているんですね。そうですね、なるほどね。それからその2週間の、まあ、講座を受けてお帰りになって、今度はご自身で日本語教育に関係した講座、まあ、授業を立ち上げたという、その行動力にも、すごく驚きましたが、そこまで、まあ、それは若かったということもあるし、怖いもの知らずもあったしね、まあ何でもやろうと思えば何でもできるみたいなところはありましたね、当時ね。はい。そうですか。いや、若くてもなんかで自分はできなかったと思いましたけど、その点行動力が素晴らしいと。まあでも行動力というか、でもそれやっぱり自分の本当に自分のも我がこととしてね、もうやっぱり結局人に習うっていうよりはやっぱり自分でやるしかない。で、まあ、たまたま学生、まあ、小中の先生になる学生がほとんどですけども、彼らがすごくこう、なんて言うんだろう、まあ、ある意味では素朴であったし、非常に純真な学生が多かったですよね。だから一緒にやろうっていうと、もう本当になんか身を粉にして一緒に考えてくれるみたいなところがありました。だからそれがね、まあ、僕はずっと東京生まれ東京育ちで、いたので、なんか東京では考えられないような、なんかこう学生との一体感みたいなのがありましてね。で、それがとても良かったですね。で、みんなで考えるっていうのスタイルを、まあ、あの自分の活動様式っていうかな、行動様式の中にしっかり取り入れるようになったのは、そのやっぱりその信州時代の体験ですね。はい、ありがとうございます。まあ、学生さんと一緒に考えていくというその経験が、うんうん、今にもこうその原点となって今にも続いているということですか。はい、ありがとうございます。そして30代その後、今度は対話ということについてお考え、まあ、考え始めるということだったと思いますが、うん、まあ、あのそれはまた後で出てくるかもしれないので、うん、今日本語教育との出会いについてお話を伺いました。で、そして現在の関心、実践についてもう少しお話をお願いします。現在は、まあ、それからその日本語教育に出会ったのが1980年代の前半ですから、もう40年経ってますし、もう早稲田を実はまあ、少し早めに辞めました。早期退職をしてからもう8年目かなになるので、
まあ、今新しく何かをしようという気はあんまりありませんけれども、なんかやっぱり何だろう、日本語教育って何のために、誰が何のために日本語教育が必要なのかというふうなことは時々考えるし、それからまあ日本語教育に限らずやっぱりその言葉の教育っていうのかな、言葉の教育とは何かで、もうちょっと広い意味で言えば教育っていうか、人間がこう成長していくっていう意味での教育っていうのは一体何だろうっていうふうなことはしばしば考えています。でまあそこで、まあ、先ほどちょっと出たその対話っていうね活動、これはやっぱりなんか人間の言葉の教育の原点かなというふうに最近強く思うので、まあ、そのことについてちょっと一昨年ですか、本を書く機会もあったんですけれど、対話とそれから言葉の教育、あるいは言葉の活動、言葉の活動としての対話の意味というふうなことをとても強く考えています。はい、はい、ありがとうございます。そして今は対話という言葉がやっぱりキーワードだと思いますが、この本ですね。そうですね、ありがとうございます。はい、対話をデザインする、はい、それからニュージーランドにも細川さんの本は、まあ、たくさんあるんですね。これ一部ですが、ここまで届いています、はい。そして、まあ、対話というのは、まあ、僕にとっても、まあ、多分たくさんの日本語教育関係者にとっても一つのキーワードだと思うんですが、その対話というのが一つ共通の関心であると思っていて、それはワールドカフェ、まあ、日本語教育関係者を対象としたワールドカフェを2018年に開催して、その時、うん、細川さんにも参加していただいたんですね、はい。そしてあの時は細川さんが、ルブ言語教育のメルマガにその時のことを書いてくださって、それがその文章がとても印象に残っているので紹介させていただきたいんですが。ありがとうございます。はい、はい、でその記事の最後のところにこう書いてくださったんですね。こうした活動を起点にしたさまざまな人たちのつながりが言葉の教育の世界をもっと豊かにする可能性をこのカフェ空間に期待できるような気がする。この時は15カ国から60人ぐらいの方が参加してくださって、それは2018年の時点でしたが、まあ、今コロナでこういった空間がもう急速にこう一般化されてきていますが、あの時はそういう状況ではなかったので、その時に細川さんにこの言葉を記事として書いていただけたっていうのはすごく大きな、うん、励みになっています。改めてお礼申し上げます。いや、こちらこそありがとうございます。はい、それから、まあ、対話をデザインするというこの本ですね。で実はこの本のに書かれていることの一つきっかけで今日細川さんにゲストとして来ていただくことになったんですね。でちょっと話がずれますが、そのことについてちょっとだけ説明させていただくと、はい、でこの対話をデザインする2019年の6月に出版された本ですが、この中で第4章、対話する言葉の市民への中で、あなたにとって幸せとは何ですか、そしてあなたのやりたいこと、生きる目的は何ですか、第1章では一番大切にしていることはというふうに読者にこの質問を投げかけているんですね、はい。そして第3章の対話をデザインするというところでは、どうしたら他者がとつながれるのか、目があったら微笑むという、そういうことを心がけていらっしゃる、それは30代、半ばのフランス滞在の時で、僕笑顔とか微笑みということにすごく関心を持っているので、このそのところにすごくこう目がいったんですね、うん。そしてさらに書かれていて、言葉の活動というものが言語技術としてではなく、体と心の一体化したものであること、それからさらに対話の活動を支えている言葉の活動というものは、体、心、頭が一体となったホリスティックな活動である、うん、そう書かれているんですね、うん。そしてそのことが頭にあった
時に、1月に言語文化教育学会、それはあの日本語教育学会秋季大会の議論の続きだったと思うんですが、そこで細川さんのお顔を久しぶりに拝見したんですね、はい、その時の穏やかな笑顔がすごく印象に残って、うん、それで細川さんにぜひお話を伺いたいという気持ちが強まっていたんです。ただ実際にお話をした機会は一度しかなくて、それは2014年のシドニーの日本語国際教育大会、その時にご挨拶をさせていただいただけだったので、インタビューをあのさせていただいて思いのままに語っていただくにはこう信頼関係が大切なので、そこまで信頼されてしていただけるかっていうのがこう確信が持てなかったので、ところが1月27日に細川さんが僕のFacebook の投稿にコメントしてくださったんですね、はい、それもちょっと紹介させていただきたいんですが、それはあの僕自身のこの天気や心の支えについてのビデオのについての投稿だったんですが、その時に、素晴らしい企画ですね、最後にそれぞれのウェルビーイングがにつながれるところがいいですねとコメントしてくださったので、それにこう背中を押されてとか勇気をもらって細川さんにメッセージを送らせていただいたのが1月27日、で今日が2月4日、でこれでいきなり実現しているので、こうびっくり、それからご縁に感謝というふうに一番初めに申し上げたんですね、はい、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。あの投稿を細川さんが見てくださっただけでなくてコメントまでくださったっていうことが、すごくこのインタビューの実現につながってあります、はい、はい、まあ、ちょっと長く、はい、あ、どうぞ。そうですよね、実はその荻野さん の、まあ、あのご家族のねご不幸があったということは、前にこれも Facebook だと思いますけど、知っていて伺っていて、でまあちょっと元気いっぱいなさそうだなとは思ったんですよね。でもその後このなんていうかな、プロジェクトというか、この活動、そのこの対話のって言いましょうか、インタビューのね活動を始められて、もう10回以上の方にインタビューして、でこうすごく継続的にやられてる、すごくなんかこうね、元気を他のインタビューをする側される側両方からこう元気をもらって活動を始めたなっていう感じがすごくよかった、いいなと思って、まあ、たまたま書き込んでみたんですけどね、はい、で、はい、ウェルビーングっていうかなこと、まあ、幸せっていうことですけどね、人の一人一人の幸せっていうこととやっぱり言葉の教育っていうのがやっぱりどっかで結びついてるっていうのは、そういう実感を持ってる人は僕かなり大勢いると思うんですよ。だけどなかなかそれは教育実践の形で見えてこないっていう、また現実、そういう現実もありますよね。だから それはやっぱり言葉の教育の目的、まあ目的っていうとなんかちょっとこう違うな、なんかもうちょっと違う表現かな、でも目指すものかな言葉の教育によって何を私たちは目指すのかっていうふうなことがの一つの見えるもの、そこで目指すものとして見えてくるものが僕は、まあ、幸せでもいいし、ウェルビーングという表現でもいいし、まあ昔は一昔前はハッピーって言ってましたね。ハッピーになることをために言葉の教育があるんだみたいなことを言ってる人は 何人か僕も知っていますね。はい、そうなんですか、はい、ハッピーになるために言葉を学ぶというふうに言われてた人がいるんですね。何人か、特定、まあ特定の人がっていうよりは、いろんなところで少しずつそういう表現を聞いたことはあります。ああ、そうですか、はい。そして、まあ、ウェルビングといった点でも細川さんの関心と、まあ、僕の関心は重なるところがありますが、僕は個人的なグリーフから、まあ、レジリエンス、それからウェルビング、ポジティブサイコロジー、そういったふうな形で、まあ、ウェルビングに関心を持つようになってきたんですね。そしてこの
関心領域の一つで第二言語習得というところがありますが、その第二言語習得の中でも、まあ、ポジティブサイコロジー、ウェルビングをこう目指したポジティブサイコロジーにと、それからセカンドランゲージアクイションが重なこう出会っているという流れを感じていたんですね。その一つが、例えばこの、これですね、ポジティブサイコロジー本、まあ、こういった本が出版されていて、はい、それは特に2016年ぐらいから、まあ、ポジティブサイコロジー、まあ、応用言語学におけるポジティブサイコロジーの開花というふうに言われていて、うん、また語学教員を対象にしたティーチャーウェルビーイングという本も2020年に出版されています、うんですからもっともっとウェルビーイングへという流れを感じていたところに、細川さんのこういろいろな発表ご著作でウェルビーイング幸せということがあったものですから、うん、その点でもいろいろお話を伺いたいと思ったんですね、うん、ただ細川さんのウェルビーイングは本当に施策に施策を重ねてここに今このウェルビーイングというものに接しているのかなというふうに感じているので、少し調べさせていただいたんですが、うん、まずいつからそのウェルビーイングということを意識されるようになったのかということについてこういろいろ読ませていただいて、うん、その一つはこの2016年の市民生形戦と言葉の教育、はい、ここでよく生きるという言葉を使われていて、うん、そしてソクラテスの名言の最も尊重せねばならぬものは生くることにあらずよく生くることなり、それを引用されているんですね。それから先ほどのこの対話をデザインするでも幸せについて書かれていて、ここでは多分ウェルビングという言葉は出てきてなかったと思います。はい、はい、それから2019年の12月のルブ言語文化教育の中で、その一つの記事としてこう書かれています。これもちょっと読み上げさせていただきます。考えてみると対話が大切、対話が重要ということはしばしば話題になるが、何のために対話があるのかという問いはなかなか答えにくいものだ。今のところ対話は幸せになるであるためにあるというのが私の暫定的な結論である。この場合の幸せとはハピネスというよりもウェルビーイングに近い。ウェルビーイングとはあえて訳せばよく存在するという意味だから、ソクラテスの言ったよく生きることにつながっているということにもなる。そう書かれています。そして昨年の日本語教育学会秋季大会の発表のタイトルが目的論の不在を乗り越えるための共生社会とウェルビング、ここでウェルビングという言葉をお使いになっているので、ウェルビングとの、まあ、出会い、それから現在のウェルビング感、それはぜひ伺いたいと思っていたんですね。そうですね、まあ、ウェルビングっていう言葉に近いことを言語教育、言語教育関係で使っているのはウェルファー、なんだったっけ、ウェルファーリングスティックスですか、まあ、福祉と訳すのかな、まあ、福祉というのはちょっと違うような気がするけど、福祉のための言語学、あるいは、まあ、それ幸せのためのというふうに言ってもいいかもしれませんけど、それはまあ実は1990年代に徳川宗健さんという社会言語学の方が対談のネウストプニーさんと、モナシかつてモナシュにいらしたネウストプニーさんとの対談の中でちょっとおっしゃってるんですね。でそれをまあそこに注目する人は何人かいて、まあそのウェルファーリングスティックスって一体何なんだみたいなことを書いたり話したりしている人はその後もちらほらと出てきています。ただまあそこはなかなか、もちろんそのしっかりした定義づけを誰かがしているわけではないので、非常にまあ曖昧な形で言われています。でまあある意味ではそれをこう受け継ぐといえば受け継ぐというふうに言っていいかもしれません。でその今話題にしてくださった共生社会のための日本語教育っていうのを日本語教育学会で、まあ、パネル発表して、で今実はその最中なんですけど、言語文化教育研究学会アリスでのその特別企画という形で、それと同じことを4人のパネラーで2週間おきかな
ぐらいでやってます。今もう2回目が終わって、あと3回目と4回目が終わってます。で、そこでも、いわゆる共生社会のための言語教育っていうことを、まあ、話題になるんですね。で、その中で私は、その共生社会っていうことのためには、やっぱり言語教育が、ただ、共生社会のためだけに言語教育があるわけではなくて、その、やっぱりその先に、じゃあ共生して、私たちは共生してどうするんだっていう問いがないといけないと思っていて、で、その共生するっていうことは結局は一人一人の幸せにつながるものでないといけない。で、そういう意味で、ウェルビーングっていうのを一つの言語教育、言葉の教育の、まあ、目的というふうに考えたらいいんじゃないか。で、従来、その、やっぱり言語教育は、まあ、先ほど、荻野さんは、まあ、習得論、第二言語習得論のところに関心を持つというふうに言いましたけど、どうも、第二言語習得は、やっぱり習得することが目的になってしまっていて、その先、じゃあ習得してどうするのっていうところは、あまり、考えてこなかった。やっぱり私たちはその先、やっぱり習得が目的ではないんじゃないか。言葉っていうのはね、言葉の活動っていうのは。もちろんその、習得しないと相手に伝わらないわけですから、だから相手のこともよくわからないわけですから、習得は必要なんだけど、それで、はい、終わりということではなくて、習得しつつ、相手とのそれこそ対話の中で自分がどういうふうに生きていくのかっていうことを考えることは、まあ、重要ではないかっていうふうに思っているんですね。で、そうするとまあそこに、まあ、一人一人の幸せであるとか、ウェルビング。ウェルビング、まあ、よく生きることって訳されてますけど、そのよくっていうのが善悪の善になってますよね。で、まあ、ソクラテスの翻訳なんかもそうなってるんですけど、なんか善悪の善として生きる、よく生きるっていうのは、そのよ、悪の反対として生きるという意味じゃなくてね、むしろ僕は十分にとか、従前にとかっていう、いわゆるウェルではないかなっていうふうに思うんですね。まあ、それは私が勝手に解釈しているのかもしれません。で、そうすると、そこで、一人一人の、その、なんていうんだろう。どうやって従前に生きていくかっていう、じゃあ従前に生きるとはどういうことかみたいなことがとても重要かなっていうふうに思うんですね。はい、はい、ありがとうございます。まあ言葉を学ぶこと、言葉を、まあ、習得すること、それからその先にあるもの、共生の先にあるもの、いろいろと考えるヒントをいただきました。ではここから細川さんご自身の、まあ、人生における転機や、うん、それから、まあ、細川さんご自身のウェルビーイングなどについてお話を伺っていきたいと思います。でまず人生における転機、これについてお話をお願いします。はい、転機と、まあ、そうですね、真正面に考えたことはあんまりないんですけど、まあ、今振り返ってみると先ほどお話しした東京生まれで東京育ちで、まあ、30近くまで、ずっと東京で生活していてですね、でまあその就職するために結局、長野県の長野市に引っ越したんですけど、そのやっぱりそれは一つの大きな転機だったと思います。でまあちょうどその直前に一人娘が生まれて、その娘が4ヶ月ぐらいかな、生後4ヶ月ぐらいで連れて、まあ、一緒に行くわけですよね。で、まあ、家族で長野県で暮らすようになるんですけど、やっぱりそれは今までの東京の暮らしとやっぱり全然違う環境だったんですね。で、それはすごく自分にとってなんかとても大きな人生の、まあ、特に人生前半の大きな転機だったというふうに思います。で、もちろんそれが人間、先ほどちょっとお話しした学生とのこう人間関係っていうか、ともつながってるし、それからまあ、社会、いわゆる社会人として、初めて就職して、自分の意見、自分の考えで、いろんなことを、まあ、決めなきゃいけないっていうことはないけど、社会の一の中の一個人である、あるいはコミュニティの一個人であるっていうふうな自覚を
持つようになったのもその長野県に、まあ、引っ越し転居してからの社会生活と一体化しているので、それがまあ今振り返ってみると最初の一番大きな転機かもしれません。ありがとうございます。これ、場所ということですね。その東京から長野、それから、まあ、新しい、まあ、就職をした場所ということ。うん、そうですね。まあ、一番大きな転機として、30代半ばのパリ、あるいは1995年からもパリに滞在されているので、それが一番初めに出てくるかなと思いましたが、長野がまず一番大きな、まあ、初めの転機。そうですね。そうですね。まあ、パリの最初は1983年、つまり就職して 4、5年経って、1年間、まあ、在外研究という形、日本の扱い、大学の扱いは在外研究という形で出るんですけど、まあ、それはでも自分としてかなり準備を したつもりっていうかね、その先ほどの直接問答法じゃありませんけど、こういうやっぱり向こうに行ったらこういうことをやろうっていうのはかなりこう自分の中で意思を固めていったので、ある意味ではまあ仕事、まあ、ある半分、まあ、半分というか仕事としていくわけですから、構え、そういう構えを持っていきましたよね。だからで、まあ、もちろんいろんな、いわゆる異文化体験はたくさんありましたし、本当になんて言うんだろう、まあ、いろいろそれは多分荻野さんも本当にね、オーストラリア猫と日本との関係の中でいろいろ感じられたことはたくさんあると思いますけど、多分、まあ、多分同じようなライフスタイルの違いとか、いろんなことがショックまではいかないけど、でもすごくありましたね。だからそれはとても自分にとっては、もちろんそのフランスで生活したということはとても大きなことではありますけど、その前になんか、その前にちょっとその長野で暮らし始めたっていうか、仕事を始めたっていうのはの方が僕にとっては大きかったかもしれないですね。ありがとうございます。そしてその長野、まあ、での暮らしが一つの転機、そこから得たものっていうのは、まあ、先ほどの学生さんとのこう一緒に何かを作り上げるというか、そういうこともあると思いますが、何を得たものは何だったんでしょう。まあ、それは研究者として、あるいは教、まあ、広い意味で教育研究者としての出発でしたから、なんだろう、まあ、そこでやっぱりどれだけその充実した仕事をしていくかということもあったし、それから先ほど言いましたように、こっち子供が生まれたばかりだったし、その子供がだん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 大きくなる、それと、まあ、いわばその言語習得期をね、共にこう生活していくわけで、もうまあ後には戻れないですよね。でそういう記憶っていうのが非常に強かったし、その時代その時期ね、とてもそれはとても重要な、自分にとって大切なあれでしたね、時代っていうか、自分にとっての大切な時代というふうに言ったらいいかなというふうに思います。はいはい、ありがとうございます。お子さんが、4ヶ月で、そしてそのお子さんの成長とともにそこで暮らしているということ、それが大切な、時間だったんですね。そうですね。はい、それからまあ、ちょっと余談といえば余談ですけど、やっぱりその初めてその社会、大学というコミュニティに入って、でやっぱり東京で自分が育って学生としている大学とね、それから教員としている大学って全然やっぱり違いますよ。見え方が違う。でそういうこういった時に、まあ、大学のなんていうか同僚たちとの関係とか、それからまあ学部のなんていうか自治とかね、まあ、いわば民主化とかね、そういう問題は非常にこう大きかったですね。はい、どうもありがとうございます。はい、そしてそれがまあ一番大きな、まあ、初めの転機、もう一つだけ開けるとしたら何かありますか。それはもう
う一つ、うん、そうですね。これはまあむしろ僕の教育研究上のことにつながっているので、まあ、生活僕自身は生活と教育研究っていうのは一体化 しているものだっていうふうに思ってはいますけれど、それ今これ今つまり2つ目の転機っていう意味では教育研究の大きなこう転換期、自分のこう今まで歩んできた方向が大きく変わるのがそのもうちょっと後、今度は80年代のやっぱり終わりかな、終わりですね、後半ですねに起こる。でそれは先ほど言ったフランスに1年いて、それで、まあ、日本に帰ってきて、本当は帰りたくなかったんだけどでも帰らないと日本の職を失っちゃいますから、そういうわけにも、まあ天秤にかけたといえば天秤にかけたわけですけど、帰らないわけにいかなくて、ある意味では泣く泣く帰ったということはあります。で帰ってきたらやっぱりまた元の同じその国語教育の世界にと付き合わなくちゃいけなくて、でそれはちょっとそれに立ち向かうっていうか そっちで頑張るっていうのはもうすごく大変だなという気がしたんですよ。つまり国語教育の大きな世界、学校教育の、ね、中の国語教育の世界ってすごく頑張っていうかな、ものすごく大きな世界ですから、それをこう変えていくっていうのはもうちょっと自分にはできないっていうふうに思い出して、じゃあむしろ日本語教育に転向しよう、はっきり仕事もっていうふうに思って、別の大学に応募して、まあ、転出します。まあそれは金沢大学に移るんですけど、まあたまたま公募が出ていたので、でそれに応募して、もうちょっとここじゃなくて別のとこ行こうっていうふうに思ってですねで金沢大学に移ります。で当時はインターネットなんかまだありませんから、毎日毎日事務所の前に掲示板があって、その、掲示板にいろんな公募のお知らせっていうのが貼ってあるんですよね。文科省、当時の文部省から送られてくる通知がありますから。でそうするとでそれを見て、でたまたま見つけたので、じゃあここへ応募してみようと思って応募をしてします。それで金沢大学の、まあ、当時教養部というのがありましたから、その教養部で日本語日本事情というポストが、まあ、公募されていたの でそこに応募して、まあ、幸い、通過して採用された。で金沢に5年います。でそれ実はその金沢に移ったことっていうよりも、移って日本語日本事情という授業を持って、そこでその日本事情という科目に出会ったことが 2回目の転機かな、はい、はい、ありがとうございます。こう、まあ、パリに2回行かれていますが、でも金沢大学に行って、そして日本事情という科目に出会ったこと、それが2回目の、まあ、大きな転機。そうですね。はい、あ、そうですか、はい。そしてその日本事情についてとの出会いについてもう少しだけ詳しく。はい、要するに僕その日本事情という言葉そのものは、まあ、今ほとんど使われなくなってしまいましたけど、当時もまだそんなに熟したものではなくて、それから専門的なその研究があったわけではなくて、まあ、日本よく、まあ、よくわからない分野なんですね。で、まあ、日本社会入門みたいなことが日本事情というふうに一般的に言われていて、で本当にその全国の国立大学の協議会なんかも出たんですけど、の中に日本事情部会というのもありまして、出席参加してたんですけど、もう全然専門家は一人もいないですね。みんな 何やったらいいのよくわからないみたいな人ばっかり、いや、まあ人っていうかそういう状況だったわけですね。それでまあちょっともうこれはどうしようもないなと思っていたら、たまたま
昔、オビリン、もう定年されたオビリンにいた佐々木美智子さんと、その、まあ、ちょっと話をしたら意気投合して、でやっぱりちょっと研究会をみたいなことをやりませんかっていうふうな話になって、で日本事情とは何かっていうことをやっぱり実際の担当者としてみんなで議論していくような、そういう会を作るっていうことが決まったのが、そうですね、80年代の後半でしょうか。で、まあ、考えていくわけです。で、どうしてもそれまでは日本語が勉強して日本文化を知ってっていうふうに、留学生に対して、それでそれを教えることだっていうふうに、こう、まあ、非常にこう、ある意味では常識的に考えられていたわけですね。まあ、今もそういうところはありますけれど。だけど、実は、じゃあその日本文化とか日本社会っていうものはそんなに実態としてはっきりあるのかっていう、じゃあ歌舞伎だとか能だとかお茶だとかね、それを教えれば日本事情入門っていいのか、じゃあ日本人の行動様式とか日本人の思考形態とかそういうものを教えるって言ったって、じゃあ日本人の思考形態って一体何っていうと誰も答えられないんですよ。つまり実態としてあるわけではないからね。みんなそのイメージとしては持ってるけれども、そのイメージは一人一人違いますし、同じようにこう、じゃあ日本人はこのように行動しますみたいな、非常にこう文化本質主義的な考え方が、まあ当時、まあ今もそうですけれど、当時は非常にまあ横行していたわけですね。だからそれではないもの、もっとこう、なんて言うんだろう、むしろ自分の中にある日本社会へのイメージとか日本文化へのイメージをもう一度問い直すということが必要ではないかというふうに思った。それこそがむしろ僕は日本事情ではないかというふうに思い出したんですね。でそうするとそれを、つまり日本語という言語によって行っていく。まあ別にそれは日本語という言語で行わなくてもいいわけ。自分の母語があれば母語で、考えることもできる。 でもせっかく日本で学ぶ場合はね、その日本語を媒介としてやっていくわけですから、それをその批判的な思考を日本語で鍛えていくっていうようなことが必要なんじゃないか。でそうすると日本事情って言った時に、日本の文化社会っていうのが自分の外側にあるんじゃなくて、自分が作り上げたイメージ、自分自身が作り上げたイメージを再考する、もう一度考えるということ。そうすると文化ってどこにあるかって言ったら、自分の中にあるんじゃないかっていうふうに、まあ当時思い出し、気がつい、まあ僕なりに気がついて、じゃあその自分の中にある文化のイメージ、社会のイメージっていうものをもう一度振り、なんていうかな、精査するというか、振り返って問い直してみる。それが文化の学習じゃないかというふうなところに、まあ、だんだんたどり着くわけですね。で、そこになかなか行くまでに結構ずいぶん時間はかかりました。だから、で、そうなると、まさに日本語教育も、別にその語彙や文系を覚えることが目的なのではなくて、その語彙や文系を使って、今言ったように自分の中のさまざまなイメージを捉え直していくということが、つまり価値観の更新ですよね。価値観の更新ということが重要になっていって、それこそが言葉の教育の、なんか目指すものではないかというふうに考えるようになった。でだから言語文化教育っていう言葉はそこから生まれてくるのです。どうもありがとうございます。第二の、まあ、転機である金沢大学の日本事情との出会い、それから、まあ、言語文化教育、そこのところまで の流れを少し知ることができて大変光栄です。そしてこの本のタイトルでも、まあ、市民性形成のと言葉の教育、まあ、母語第二語が第二言語外国を超えて、ここにも今のお話のこう核になるものが含まれてるかなっていうふうに感じながら聞いていました。はいはい、まあ、ですからそれがまた市民性形成という問題へ、まあ、広がっていくというかな、進んでいくというか、
ということになりますね。で、そこでやっぱり今度は言葉を使うとは何かということで、まあ、それが1995年のセフアルの、前身、まだセフアルできてないんですけど、セフアルの原型みたいなものが実はヨーロッパで作られていて、その研究会に1995年、96年に参加することができて、でそこでやっぱり今言ったような市民性形成ということと無縁ではない、むしろまあ無縁ではないんじゃなくて非常に直結している言葉の教育がということを、まあ、かなりこう身近に肌で感じて、でそこからこうだんだん、やっぱり個人と社会っていうことについて考えるようになるわけですね。どうもありがとうございます。ちょっと深掘りをさせていただきましたが、本当に貴重なお話を伺えて光栄です。ありがとうございます。はい、では、今人生における転機を伺ったので、次は心の支えということになります。はい、でこの心の支えについてお願いします。そうですね、支え、まあそれはやっぱりある意味これは月並みといえば月並みですけど、やっぱり家族は大支えられているなという気はいつもしています。はい、でまあ家族と何て言うんだろう、やっぱりこう共にいろんなことをこう、まあ今言ったように僕も結構いろんな東京から出て、日本国内でこう移動したりですね、それからまあそういう先ほどのお話のしたようにフランス行ったり、まあ、何年に1回に一度にフランス行ったりとかね、そういうことがあって、まあ、そのたんびに基本的には家族と一緒に動いているので、なかなか自分一人っていうよりはやっぱり自分たちとか私たちという感覚で動いてきましたのでね、とてもまあ何だろう、理解してくれるっていうとなんかちょっとむしろ違うな、そういう感じじゃなくて、なんかまあお互いに、まあ、尊重するっていうのもちょっと違うけどやっぱり支えてるって言えば支えてるのかなという気はしますね。はい、今も家族、やっぱりそういう意味では家族、まあ娘が一人いるんですけども、娘といってももう40ぐらいになりますけど、まあ、孫がいて12歳の孫がいて、彼がやっぱり休みのたんびに来て薪割りを一緒に手伝ってくれたりすると、あ支えられてるなとか、こう薪割りの後継者になってくれるかなと思ったりはします。はい、ありがとうございます。ご家族が、まあ、支え、そしてご自身も支えられず、こう支えつつということですね。うん、そして、おまかさんが巻き終わってる姿、そしてそこにお母さんがそれを見ているとか教えている、いや結構こう感動的なシーンだと思ってイメージしていました。それから、まあ、それはもちろん日常生活ではそうですし、ですけど仕事の面ではやっぱり一緒にやってくる仲間ですよね。やってきた仲間、一緒にやっている仲間、さっき信州大学の学生の話をしましたけど、その後早稲田に大学院を作ってからは院生と共にいろんなことを考え、議論し、考え作ってきましたから、今言語文化教育研究学会アリスの、まあ、前身は、まあ、私の研究室が核になっていたので、まあ、そこに研究室に集まってくる人たちとの、まあ、なんていうか、まあ、対話といえば対話というか共同というか、それはとても大きいし、先ほど日本人のところでちょっとお話しした、佐々木美智子さんや他の、例えば砂川雄一さんとかその他の人たちと一緒に雑誌を長いことを作ってきました。最初は21世紀の、日本事情から、名前を変えてリテラシーズというふうに変えて、でリテラシーズの仲間たちとのやっぱりこれはかなり専門的な高度ないつも議論をしてましたけど、そこの仲間との連携というか、まあ緩やかな友好というか、あんまりおせっかいをそれぞれしない
それぞれ独立した関係でありながら、でもなんかこう、信頼できる、本当のことが言える仲間っていう、そういう仲間たちの存在は大きいですね。はい、ありがとうございます。こう信頼し合える仲間と共に作り上げていく、それは本当に幸せなことですよね。はい、ありがとうございます。支えとして、まあ、ご家族そして仲間ということでお話をしていただきました。では、次は、まあ、幸せ。そうですね、非常に端的に言う、僕は自由であることが僕は幸せにつながるっていう、自由でなければ幸せにはなれないというふうに思っています。で、まあ、この自由っていうのもある意味ではフランス滞在の時に本当に肌に感じたことでもあるし、なんだろうな、やっぱり生きたいように生きるっていうかその勝手に、まあ、勝手にはもちろん勝手なんですけど、勝手に、自分の生きたいように生きるっていう、それがこう認められる場っていうのが、それはとても僕は大事で、それがなければ幸せになれないっていうふうにずっと、まあ、思ってます。はい、ありがとうございます。まあ、この本の中にあるこの社会で幸せに生きるためにあなたにとって幸せとは何ですか、これは自由であること、ね、ということですね。はい、ありがとうございます。そしてこの本の中でもう一つ、こうあなたのやりたいこと、生きる目的は何ですかというのがあるんですが、まあ、それはこの僕のいつも伺っている質問、まあ、これから成し遂げたいことは何ですかにもつながるんですけど、ここの本の中にも書かれていて、これは何でしょうか。まあ、もう僕も呼吸を過ぎてしまったのでね生物年齢的にはね。ですから、なんかこれから何かをしたいとかっていう、それはないんですけども、特になんかこれをしなきゃいけないとかいうふうにはなくてですね、まあ、ある意味では目の前のことを好きなように目の前の何ていうか、目の前の小さなことも少しずつ楽しんでいるっていう今は心境です。だからなんか、これから目標があって、というふうには考えていませんけど、でもなんだろうな、なんかいろんな人たち、この社会の中で表現をしたいと思っている人はたくさんいると思うんですね。で、そういう表現をする人をとなんかこう、まあ、支援というとちょっと違うんです。違うんだ。一緒に表現したい人とこう一緒に表現していきたいっていうふうな気持ちは強くあります。ですから、まあこれはまあもちろん大学院の担当、早稲田の大学院を担当してた時に、修士論文や博士論文と、まあ、ずっと付き合ってきたわけですね。で、それは別に修士論文とか博士論文という形になるから、まあ、それは半分は仕事であり、あるし、学生さんの側にとっては、まあ、単位を取るとか卒業するとかっていう、修了するとかっていうことがあったから、まあ、書くんですけど、でも私たちはなんかその修士論文とか博士論文っては一つの、まあ、形に過ぎないと思うんですよね。で、私たちはなんか常にこう社会の中で、自分の、まあ、考えていることをこう発信して、で、自分が社会の中で、どういうふうにこう生きていったらいいかっていうことを、まあ、ある意味では模索してるんじゃないかなと思うんですね。で、そういう人たちと僕自身もそういう人たちとなんか一緒にこう、表現することを、なんていうかな、共に表現してみたい。つまりなんかそれは創造というかクリエイ
ーションという意味で、クリエイティブという意味でね、クリエイティブな活動を共に、やっていきたいというふうに思うんですね。ですから、それはまあ、形になるかならないかはまだ別としても、それから何だろう、そういう何か具体的な、もの、何々論文というふうな形になるかどうかは分からないけれども、でも何かそこ、そういうものをやっぱり一人一人の人がみんな自己表現というかな、自己発信というか、それを求めている時代だろうと思うんです。それはやっぱりみんなやっぱりクリエイティブに行きたいんですよ。でもそこがなんかやっぱりいろんな形で自分でブレーキをかけたり、あるいはどっかに正解を求めたりしてる。でそれをこう解き放して自由にもっと生きていいということにまあそこに関わりたい、付き合いたいというふうに思っています。それがこれからっていうか、まあ今までずっと そういうつもりでやってきたんですけど、特にまあその定年早期退職して、周りに集まってきている人なんかもの様子を見ているとね、特にそういう気がします。はい、はい、ありがとうございます。表現していく人と共に表現をしていく、それは、何かを作り出すということと、それから、自由であるということ、そこにつながっていくんですね。そうですね。はい、そうですね。そして自由でなければできないんですよ。そしてその自由については、いろいろこう施策を重ねられてきたと思うんですが、それはフランス滞在されたこととも関わりがありますか？日本の社会と、それからフランスの社会、そこの差などからもそういうふうに自由ということを強くお感じになるんでしょうか？そうですね。それは、折に触れて、いろいろな形で、感じました。はい。やっぱりその合理性、やっぱり合理性を求めていくっていうことはとても大事だけど、逆にその確一性は求めない、ということですよね。それやっぱり自由の概念とつながってる、というふうに思いますね。はい、はい、どうもありがとうございます。はい、いや、いろいろこう後でよく考えてこう整理していく必要がありますが、どうもありがとうございます。はい、では、最後にこの、最も伝えたいこと、あるいはこう大切にしている価値観や心情、この本の中でも大切にしていることは何ですかという問いかけがありましたが、細川さんにとっての、大切にしている価値観、自由ということも関わってくるかもしれませんが、心情、あるいはこれをご覧 の視聴者の方に伝えたいことというのをお願いします。あんまり簡単にメッセージになるかどうか分かんないし、ちょっと難しいなと思うんですけど、それこそなんかいろんなことはなんか自分の中にあるというふうに思うんですよね。例えばさまざまな不安とか、さまざまな葛藤とか、もちろんその反対のものもあるし、勇気であるとかやる気であるとかね、そういうものもありますけど、なんかその自分が何を目指しているのかっていうことをなんか自分の中で見つけるっていうことが大事かなっていうふうに思うんです。というのは、といってもですね、じっとその例えば真っ白な原稿用紙を前にして、さあ書きましょうって言ってもそれ何も書けないし、そういうものじゃないと思うんですね。でおそらくそこは対話の活動っていうのはとても重要になってきて、で相手とのやり取りの中でいろんなことが見えてくる。だけど最終的にはなんか自分の中の自分の中の不安とか葛藤とか、あるいは恐れとか、そういうものがは何なんだろう、なぜそうなるんだろうっていうふうにこう考えることによって、その自分が自分を縛っている
という束縛から逃れることが、まあ、それを乗り越えることができるような気がするんですね。でそれをだからやっぱり価値を自分の外に置くと、つまり、ある例えば、まあ、権威であるとか、それから正解であるとか、そういうものが自分の外にあって、それを、まあ、要するに獲得したり、それを習得したりすればいいんだっていうふうに考えていくと、いつまでたっても自分の中のその不安や葛藤から出られないような気がするんですよ。でやっぱりその、まあ、その ソクラテスにとは、まあ、偉大な哲学者だなと改めて思うのは、やっぱり 汝自身を知れとかね、から無知の知っていうふうなことを言いますよね。それでその魂を磨く、魂の世話をするっていうふうなことを言うんですけど、やっぱりそういう、それは誰か他者の魂の世話をするというよりは、自分自身の魂の世話をする、つまり自分自身の魂を磨くみたいなことがとても重要だと思うんですね。だからなんかそういう活動、それは実は言葉の教育そのものだと今になって思う。だからそういう活動をなんか続けていきたいし、なんか、まあ、みんなと一緒にやっていきたいなというふうには思ってます。はい、どうもありがとうございます。今もいろいろなキーワードがありましたが、まあ、自分の魂を磨くというのは、まあ、言葉の活動に他ならないというところがすごい印象に残りました。はい、その他これをご覧になっている方にとってもいろいろなキーワードがあったと思いますが、ぜひいろいろここから考えていただければと思います。はい、小塚さん、さらに何か付け足すことがあるでしょうか。もうなんか十分ね、荻野さんとやり取りができたような気もしでも、むしろ今度は僕の方から荻野さんにいろいろ聞いてみたいことはたくさん出てきているような気がしますけど、まあ、そうすると延々と続くことになります。はい、はい、では本当に今日はお時間ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、視聴者の皆さん、今日は、早稲田大学名誉教授の須賀秀夫さんに、人生における転機、それから心の支えや幸せについてお話を伺いました。はい、では小塚さん、最後はこの、手を拍手して、そしていいねで笑顔で終わりたいと思います。はい、はい、本当にありがとうございました。で、はい、では視聴者の皆さん、この動画を通してのご縁に心から感謝しています。では拍手をお願いします。せーの、いいね。